2022年タミヤグランプリのスケジュールが発表になりました。中身をよく見てみると、今年も東京大会はありませんでした。まだコロナも完全に落ち着いてはいないので、状況は理解しているつもりですが残念です。他に出れそうなところを考えてみると、長野と掛川くらいかなと思いました。土日両方とも出るのは日程的に厳しいので、どちらか一方になりますが、翌日の仕事のことを考えると土曜日に出たいところではあります。でもせっかく遠征するなら決勝も走りたいし、土曜日はレベルが高いので日曜日のツーリングクラスが妥当かなと考えてはいます。長野大会は2019年の土曜大会に一度出たことがあり、予選落ちの苦い経験があります。帰りは中央道の大渋滞にも見舞われ、予選落ちのショックとともにダブルパンチでありました。お疲れ様です。長野に出るならば今度はターフを買わないといけません。夏の直射日光にやられます。ターフを持っていないのは私ぐらいでした。会場目の前のアイシティのショッピングセンターは、中は広くいろいろお店もあり、休憩時間に涼むのには非常に便利でした。中で売っていた揚げたてのとんかつ弁当が美味しかったです。ツーリンググランプリのレギュレーションを確認してみます。なんと ESC は指定なしになりました。雨で中止になった横浜大会用に新調したタミヤ製ブラシアンプは、日の目を見る前にお役御免になりそうです。縛りがないなら KO の VFS かクイックランのクローラーにしようと思います。やっと TA08 のレースデビューができそうです。でもその前にプライベートの日程都合をつけることと0時予選に通ることのハードルがありますが、でもまだ土曜日の大会に出る案も捨ててはいません。